はい、皆さんこんにちは、しょうまりです。今回紹介するトミカはナンバー39番の鈴木キャリー家畜運搬車です。スケールは55分の1で、アクションは、サスペンションと、スーパースピードになります。あと豚が、2頭ついていますね、はい、でちなみに、箱は、黒箱トミカになります。あと国産ですね、日本製になります。でこちらは、英語で書かれていますね。でこちらも英語で書いてあります、はい、で箱はこんな感じですね、はい、でこちらが中身になります。貴重なので手袋着用での紹介になります。ね、かわいい、豚ちゃんが、2頭ついています。こちらですね。かわいいですね。結構リアルに再現されています。こんな感じで、はい。結構リアルですね。忠実に再現されています。でこちらがトラックですね。で上はこんな感じで、下はこんな感じになっております。でアクションはサスペンションのみとなっております。あと、こちらに、まあ、草というか、あれですね。藁の草があり、忠実に再現されていますね。あと、こちらに、スコップと、バケツも、再現されています、はい。こんな感じですね。で、走りはこんな感じです。で、こちらの、荷台の部分に、さっきの豚ちゃん2頭を、ここに乗せることができます、はい、こんな感じに乗せることができます。とても可愛いですね、はい、気に入りました、はい、以上で紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。